for what? You still have a chance. The wits end in one of the teams, but this is a job. 47. Why did you do this? Do not turn it to you. Take the girl and run. Yes. Terminus Hotel, room 899. So I asked my bird the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thug has the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. どうも皆さん、こんばんは。マーキュリーです。ヒットマンアブソリューションのミッションパート3かな、ミッション3、ターミナスホテルへの侵入やっていきたいと思います。まずは収集品を確保ということで、収集品というかエビデンスね、エビデンス2つこのミッションあるので、まずは1つ目取っていきます。正面入り口入って右に行くと、入れる部屋が1つあるので、この部屋の中入ります。スタッフオンリーって書かれているけどね、まあ、気にせずに堂々と不法侵入して、左側の部屋に入って、この奥の机の上に証拠1つあります。でこれ出るときちょっと注意で、前におばさんが電話で喋ってるんですけど、このおばさんに見つかってもダメだし、で出た後にね、青い服着たやつがいるんですけど、あいつね、あいつに見つかってもダメ。はい、今行きます。よし、さあ今からどこに行くかというと、こっちまっすぐ行ってトイレの中にね、実は隠し弁当があって、裏閉まるまで、はい、この隠し弁当から実は行くことができます。ホテルへの内部へのアクセスの仕方は、他にも下水道から行くやり方だったり、右側のね、あの路地から行くやり方だったり、いろいろあるんで、まあ、好きな方法で行ってください。で私がこの方法を選んだ理由は、こんな感じでね、変装をポンって置いてあるので楽かなと思ってね、敵倒す必要ないんでこのルートを選びました。さあここ下降りてって、はい、今からしなければいけないことはエレベーターに向かいます。で今からエレベーターに乗って上の階に上がらなければいけないんですが、ここは敵兵が山のようにいるので、うまいことねステルス使って、まあ、服装がね変装中なので、一応同じ職業の人には怪しまれちゃうんですけど、それでもねスーツオンリー一応編集しているので、スーツだと姿だとね、ほんと一瞬でも見られたらアウトなんですけど、ピュアリストは一応変装しているので、たとえ同じ職業の人でも、ある程度はね、あんまり近づきすぎなかったら大丈夫なようになっております。ここもいろんなアイテムとかあるからね、取りたい方はぜひ取ってもらって、まあ、私はいらないかな。まっすぐ行くと、今はい、左側にエレベーター見えます。あれね、あれ、あのエレベーターに今から向かうんですけど、ほっ、もう一丁。ジョーって男さ、ダウンタウンじゃ伝説みたいなもんだぜ。さあこちらの方にやってきました。とここもう一回くるり、よし、さあエレベーターに乗り込む。エレベーターも目の前まで来たので、タイミング見計らって今ならいけるね。よし、ポチッで、エレベーターを押すと1回戻ってください。エレベーターを押すと1回戻って到着するまでの間、ここで待機します。戻ることが大事。はい、やってきましたね。またタイミング見計らって今度エレベーターに乗るんですけど、
同じ職業の人が1人2人見張っているので、正確に言うと3人かな。あのオレンジ色の服を着た人は職業が違うんですよ。電気技師かなんかで電気のね修理したりする人なので、あの人には見られても全然問題ないんですが、今目の前にいるやつなんて格好も何はから何まで全て一緒だからねこいつに見られたらもう一発アウトですよ。一発アウト。奥にいる緑色のやつもこいつね、白髪の多分間近で見られると気づかれちゃうので、でその奥にいた青色の服着たねサングラスかけた野郎も見つかるとまずいので、ちょうどいいタイミングが来るまでちょっとここで待ちましょう。よし行こう。はい、まあこんな感じでエレベーター乗って1つ目のステージクリア。はい、エレベーター出たらまずはこちらの方に行くと、こいつにバレるとやばいのでイースティックを使って顔を隠して、もう一人すれ違うのでこいつもインスティクトでやり過ごして、数秒待ってからラジオをかけます。このラジオの音に、ね、反応して目の前にいるやつが誰だとか言ってね確認しに行くので、それをこの隅で眺めておくと。はい、さようなら。クロース。で、こっちから一人ウーマンが歩いてきます。ホテルスタッフがね。なので、ホテルスタッフに見つかっちゃうとまずいので、このウーマンが通り過ぎるのを待って、はい、皆さんさようなら。窓から出ます。で、上に行く行き方は、二通りあります。一つはこんな感じで窓から出る方法。もう一つはね、カードキーを使って中から行く方法と2通りあるんですけど、まあ、カードキーを使う場合はね、他にもちょっとだけ手間がかかるので、外に出る方が絶対楽です。はい、というわけで、上階に上がってまいりました。ここはクマさんがいる。ゴーってことで最初はちょっとびっくりするかもしれないんですけどね。おいしょ、ボトルを投げて、あいつの注意を。そちら側に向ける。そしてその間にもう一度、はい、皆さんさようなら、外に出ます。で、このミッションが始まるブリーフィングの時に、あいつの前なんだっけ、ブライディかなんか、あの情報屋が899って言ってたと思うんですけど、ターミナスホテル899かなんか言ってたと思うんですけど、899号室にを目指すのが今回の目標です。899号室っていうのはこの窓入ってすぐ右にあるので、この道が外から出てね行く道が一番手っ取り早いです。他にも道あるんですけど、そっちの道をわざわざ選ぶ必要が全くありません。もうここ出たら右にあるんでね。でも収集品を一つ回収しないといけないので、証拠品がねもう一つ残っているので、それだけ回収して、この右のドアが、899号室ね。ちょっとこのおっさんが左に行くのを待って、よし、ちょっとあと微妙に後ろにつけます。で、ここのドア入ってすぐ右に行った場所に収集品があるんですけど、今ちょうどね同じ職業のやつがずーっと見張ってて動かないんですよ。だからここでちょっと待ちます。そのうち動き始めるからね。あ、動いた。はい、彼が動いたら左から敵がもう一人来てるので、顔を隠してここ進む。顔を隠して進むと証拠品がここに置いてあるので、はい、こんな感じでかなり接近してるんですけどバレません。後ろ振り返ったけどバレてない。これがこのゲームの面白いところなんですよ。こういったことを利用してね、
さまざまな難しい場面をこれからも切り抜けていこうと思います。はい、でここで待ってると右からさっきの野郎が、はい、戻ってきました。戻ってくるので、この緑マン要注意ね。緑マン、あとは大したことないんですが、緑マンが右行くのを待って、彼が右行ったらね、もう一人青いやつがいるので、あいつもまっすぐ向いてる、向いてる。でもう一人こっちの側のやつも右を向いてる、はい、向いてますね。完璧。はい、とまあこんな感じで、ミッションパート3タイムダスホテルはクリアします。よいしょ。でここドアは鍵かかってて入れないようになっているので、右側のダクトから潜入します。 Her name is Victoria and she's worth a lot of fucking money. Ah, she's some kind of enhanced wonder child or something. Point is, we go in, we grab her, we hang on to her until they give us the ransom. She sounds like something you came up with in one of your labs. Oh, who the fuck asked for your opinion anyway?You're a fucking asshole, you know that? You know, your job is to shut up, do what I say, and look good. And you do look good, honey. Sweet talk. はい、というわけでシャドウ獲得。こんな感じでヒットマンアブソリューションターミナスホテルの完全攻略動画、証拠品収集品全部回収でした。ぜひチャンネル登録とね、いいねの方よろしくお願いいたします。じゃあ次のミッションで、次のミッションは難しいですよ、お会いしましょう。んじゃ、ピースアウト。